こんにちは、ゆたかさん、こんにちは。こんにちは。あの、この前、ゆたかさんは、ちょっと私に問題を出してくださったじゃないですか。なぜこんなになってるの？なんかこう、やる気。ぶってんの？ぶってんの？ぶって、ちょっと待って、ぶってんの？こんなってやります？それやんない？こう、こうとか。やんない。昭和？これとか。それ、古い。古いの？古いですよ。今ちょっと前はこれですよ、これ。あ、そういうこと。わかります？これ。知らない。ハートマークですよ。あの韓国の若者たち流行ってるさ、こうやってやるの、ハートの形。ない。これな、これ小山遊園地じゃないんだからっていう。これ知らない？小山遊園地ですよ。違うよ。なんですか？なんか昔の忍者がこうやって、昔大丈夫とか言って、まあいいや、いい。まあいいや、いいや。はい、分かる人は分かってくれてるから。そうですね、はい、コメントでね、また、はい、まあそれ置いといて。はい、で、あ、その前の時に豊さんが私に、はい、問題で、これまでに生涯防御率、はい、まあ、すごい現役とか、ね、現役とか、はい、あと生涯通して、まあ、金田さんすごかったとか、リング数がな、そう、5000超えてたとか、今回はちょっと私が豊さんに問題出すんですけど、隠さなくても見えないから俺、え、そう、全く見えない、もしくは漢字が読めないとか。いや、読めないことはない、ないけど、全く読めない。よかったよかったよかった。これまでに与えた四球、まあ、デッドボールの数が多いピッチャーと与えられた側のランキングです、はい、だから、四死球が多かったってことですね、まあ、当てたピッチャーっていうのは、うん、もう分かる、大体わかるよ。あ、じゃあ当てたピッチャーからいきましょうか。東尾さん、もう正解、165、まあ、投球回数が4086なんですけれども、これもすごいですけど、まあ、実働期間が69年から88年なので、まあ、19年間で与えたのが165、やっぱ当時からすごかったですか。やっぱ乱闘の数が多かったよね。東尾さん、当てちゃ乱闘、当てちゃ乱闘みたいな、そういうイメージが俺ら。東尾さんはそれチームで行けというサインだったのか、その違う当てるのは。やっぱね、一つのテクニックだったんだよ。当てるのが。いや、もう完全に当てようと思って投げてないよ、うん、もういっぱいいっぱいを狙って投げるという。いや、もともとめちゃくちゃコントロールのいい人だから。あ、そうなんだ、ね、いや、だけどやっぱこっちを意識させておいて、うん、こっちで打ち取るという、外で、はい、そういう技なんだよね。あ、だから技を持ってる人、コントロールのいい人って逆に当たっちゃうんだよ、はい、うん、あ、コントロールのいい人ほどなんですね。ギリギリ狙うから。あ、そういうことなんですね。だからコントロールの悪いやつっていうのは、うんうん、ギリギリ行こうと思っても当てちゃいけないと思って甘くいっちゃうんだよ。で、打たれちゃう。あ、逆なんですね。逆逆、コントロールがいいから、コントロールがいいから当てるんだよ。あ、まあ1位そうです。ダントツ2位は誰？渡辺秀武さんとお嫁さん。これアンダースローかな。140、ご存知ですか。64から8年で、酒井勝次さん、庄司さん、勝次さん、昔ボコボコ当ててんね、昔のピッチャーって。ずーっと昔が並びますね。新しいところで誰がいる？村田兆治さんとか山田、久志さん。やっぱコントロールがいいもん。ああ、そうなのか。 あとね、平松さんは10位に入ってます。平松さんシュートだからな。どうしても当たっちゃいますね、120で。当たっちゃうっていうか、当てるつもりはないんだろうけど、そうですね、当たっちゃうんだ。16位にいきなり現代に入ってくるんですよ。唯一ですよ。あ、分かった。現役ですよ。あ、現役？現役バリバリですよ、16位に。コントロールがいいピッチャーでしょ。コントロールいいです。この前のなんか続きみたいだけど、あ、でも涌井か？正解です。101。あ、だから。ちゃんと当ててるんですね。いや、いや、だからコントロールがいいからギリギリいくから当たっちゃうの。あ、そうなのか。で、平松さんにシュートを教わったって言ってた。シュートでボコボコ当ててんだよ。そうだ、あ、そうだっては失礼ですけど。そうだよ。そうか。で、17位が石井和久さんですよ。当ててたんですね。数ね。左ですよね。コントロールあんまり良くなかったんだよ。あ、そうなんですか。うん、縦のコントロールがパラパラだったんだよ。横はいいんですか。横は割ときっちりしてた、横に行くボールは。あ、そうなんだ、うん、石井和久さんです、まあ、100で。23位が渡辺俊介さんです。あの、ロッテにいたアンダースロー、ね、アンダースローの、まあ、痛くはないと思うけどね。いや、それアンダースローだから。遅いから。遅いから。ちょっとかぶろうかな。危険だから。危険だから。久しぶりに。そうですね。
なんなら音声も変えてほしかったら目も隠しますよ、こうやって目も隠しましょうか。これ音がこもるってのはちょっとふんふらなんだけど。あ、そうですね。なんならそこはテロップで入れましょうか、ね。石井和一さん、生田ベイクさん、江本さん、渡辺俊介、あ、20位松沼、広久さんです。あ、うん、結構変則が多いよね。そうだ、下だったりとか下だったりとか横だったり、うん、小林茂さんもそうでしょ。あ、そっか。やっぱり横の変化って当たるよね。そうですね、縦じゃなくて、ね、縦じゃないか横なのか、はい。あ、で星野仙一さんが39位に入っていて82個で39位、現役コントロールが良くて当ててそうな現役か。正解やったな、うん、やっぱ成績を残せる人っていうのは、うん、そこを臆せず行くんだよ。しかも平松さん、石川投手にも教えたか教えてなかったかみたいなの。でも使えませんって言ってた石川投手が使えませんと。コントロールがいいピッチャー、そこそこいいピッチャーが、うん、やっぱこうえぐるというかさ、はい、当てるつもりじゃなくてやっぱ厳しいとこ行って、うん、幅を持たせようと思っての投球なんだよね。そういうこと、意味ない、ね、もうここはなんですね、うん、もう一回被るチャンスあるかもしれないですけど、この後なんだ悪い投手じゃないってことが証明されましたね。フォアボール与えてだから自分の生きる道をしっかり見つけてる人だよね、うん、あと際どい。だから東野さんなんかはっきり言うもん、うん、俺の球なんか大したことなかったって、うん、でも200勝できたのは、はい、やっぱそのぐらい厳しく攻められることができたからって言ってる、うん、だから当てるつもりはなくても当たっちゃうんだよ。そうですね、厳しいとこ攻めるとやっぱりそうね、紙一重ですもんね。そう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 、はい、でその厳しいとこ、あ、よくわかるね、こうやって数字に出してみて。面白いですね、こういう人をこう見ていくと、うん、で、はい、その被害に遭った方たちです次は被害者、被害者、加害者、こっち加害者、被害者、痛い思いをした人たちですよ。あ、もう歴代まず1位は誰でしょう。俺の中では竹野内さんっていう、うんうん、人が当たってたなっていう、うん、この人避けないんだもん。え、一切一切っていうか、まあ多少は避けるかもわかんないけど、はい、ほとんどこうやって構えてて、うん、こうやって避けない、ドン当たりに行くぐらいの当たりが2位です。2位、2位です。166個、68年から82年まで現役してまして1371試合、2位です、はい、竹野内さん。結構当てられまってますね。でも上がいるんだろう、誰だろう。上いますよ、まあ、ちなみに3位だと、例えば衣笠さんとか。衣笠さんは避けんのうまかったけどね。いや、それでもですよ、やっぱり1位出てこないですか。1位だよ、まあ、あの人ですよ、やっぱり。でも右バッターだよな、多分。右です。ちなみに現役だった選手とか現代の選手とかも4位から出てくるんですよ。現代野球の方々が出てきます。なんだその俺ら古臭いみたいな。違う違う、白黒だったな。白黒いや、テレビがカラーになってました。もういや、もうなってた。アポロが打ち上げられた時に、うん、小学校4年の時に、ね、月面着陸の、その時にカラーになった。その時に、うん、あ、じゃあギリギリ前の世代ですね。カラーバリバリの人たちですよ。まあ、安倍さん、あ、新之助、ね、4位です。新之助はなんか当てられてるイメージ鈍そうだもんな。鈍くないいやいや、避けるのがよ。あ、避けるのか。いや、ボールに対しての反応はあれだけど、なんかボール、なんか避けるのは下手そうだよね。あ、どうだったんだ。動かされたくないっていうのがあるから。あ、そういう意味でバランスを崩したくないしとか。あと村田修一さん5位だったり。村田修一ね、うん、あいつも避けなかったからね。避けられないんだよ。あ、みんなここら辺避けられない。避けられないんだよ。いや、それなんでかというと、ボールをギリギリまでここから曲がるんじゃないかっていう疑いがあるから、はい、じゃギリギリまでまだ曲がっちゃうんだよ。そしたらボコンみたいな。ボコンみたいな。じゃない。じゃあ1位ですよ。1位か。もうここが1位ですよ。この方ですよ。当てられてよくピッチャーに選んで。ああ、起用。正解196球です。もうダントツです。それ怒るわな。それだけ当てられたらな。避けなかったですもんね、清原さんって。やっぱりね、うん、いいバッターって、うん、ギリギリまでボールを見ようとするんだよ。はい、で、うん、疑っちゃうんだよ。打ちに行こうかなって一瞬、うん。で、こっから曲がるんじゃないかってギリギリまで待つの。うん、待った時には遅いんだよ。うん、ボコンみたいな。そうですね。それで一塁に歩いてる。そうそう、ピッチャーに睨みながら。そうもうでやっぱダントツ清原さんですよ。すごいな、やっぱね、勲章だよ、バッターの。
まあ逆に言う、逆に言えば、うん、でちなみに今も現役でされてる方で一番多いのって誰だか分かりますか？ある程度ベテランだよね。はい、もうそうです。1682試合出てます。で何個当てられてる？134です。結構ですよ。多いね、ボッコボコにされてるな。10日に1回、いや10日に1回よりちょっと多いぐらいかな。え、誰？中島選手です。中地。あ、中地か。当てられてるんでしょ。中地も怒ってる、うん、怒るの。そうなんです。怒ってるわね。ピッチャーに向かっていきます。そうそうそう。でもやっぱ当てられてる、いいバッターだから当てられるんでしょうね。いや、いいバッターの証明だからね、当てられるっていうの。そうですよね。こう服の上からでも縫い目がつくからね。そんなに来るんですか。え、どこに当たるのが一番痛いんですか。ここ。あ、こう、え、力打って入れるんですか。当たるの。この肘んとことかさ。だから今レガシーしてるだからまだいいけど、はい、やっぱ危険なのは頭だな。もちろんそうですよね。頭部はあれですけど、他どこが痛いんですか。足、お腹、足っていうか、どこが痛いの。どこでも痛いよね。あとバットと挟まれちゃう。ああ、指あれは痛いですよね。痛い考えただけで痛い。痛い。平田さんどこ当たりました、現役の時。いや、頭も一回食らってるし、ヘルメット割れたしね。怖いでしょ。病院ちゃんと検査しました。いや、その時はね、唾の方でカス、こうカスカス、こうカスカスって何ですか。キワキワでしょ。キワキワだ。カスカスって。いや、で、はい、ここに来た時があったの、はい、うわーと思ったらベルトだったんだよ。よかったですね。でも痛いふりしたよ。動揺させるために。あ、相手ピッチャー誰でした。遠山だったから。あーとか言ってボーンって刺して痛くもなかった。あれベルトだったんだ。でもベルト痛くないんだよ、意外に。あ、吸収してくれるんですか、ね、吸収してくれる。あともつかなかったですか。あ、全然。え、じゃあそこだけですか。いや、結構あるよ。川口にここ当てられた。川口さんに、うん、カープの。あ、ここ。いや、これね、内出血してきてさ、はい、肘に血が溜まるとさ、はい、肘が使えなくなるの。あ、打てなくなる時があるんですか。だからもうここはテーピングしてさ、血が落ちないようにしたりとかさ。血が落ちない、内出血の真っ青から紫になるんですよね。足は大丈夫でしたか。足はつま先だな。痛い。どうなってました、つま先。爪死んだよ。でも俺反射神経良かったから、よけちゃったよ。だからここの耳つきをつけなかった。あれ、つけるのとつけないと。あれはね、規定があって、はい、俺らが入って翌年からもう義務付けられたんだよ。でも昨年まで耳つきじゃない人はどっちか選べたの、はい、あ、つけてもつけなくても、うん、あれないと、ない方が豊さん良かったんですか。あれあるとさ、汗が垂れてきて耳にこう入ってくるんだよね。なんかこうやってくすぐったくなるんだよ、俺は。バタボックス立てると、うん、そんな一瞬で汗かくんですか。いや、俺汗かきじゃない。知りません。いや、汗かきなんだよ。そうなんだ。だから汗が垂れるのが嫌で。あ、じゃあそれとこうやって打席に立ってて、はい、やっぱここがないっていうのは緊張感ある。来る緊張感、来たら終わるっていうのがあるから緊張感だった時だ。その緊張感だけは失いたくなかったということでね、まあ、今日は被害者と加害者 ね、両方。なるほどね。まあでもなんかここで分かったことは、フォアボール、あのデッドボール多いピッチャーっていうのはコントロールがいい。でやっぱりこう子宮が多いバッターっていうのはやっぱり偉大というか、怖いバッターとやっぱボールを最後まで疑って逃げないというバッターが勲章を得てるよね、うんうん、そうですね、はい、一つ証明されましたね、はい、はい。